どうしよう、いらないですか。こんばんは、これは神田さんの話しちゃったんですけど、なんでよかったら聞いてくれませんか。あ、マジですか。なんて名前で出てるんですか。スター女子アッキーチャンネル。今日は鍋です。ありがとうございます。適当でいいですか。適当ですよ。はい、今日ざっくりにしちゃいます、ね。まあ、煮込んじゃえば一緒ですからね。間違いない。これでいいんかな。しなりますから。めっちゃキノコありますね。はい、もうピーを使うようになりましたから、私のチャンネルで。みこちゃんがもう下ネタめっちゃ言うから。あ、マジ。パントマって何。同じパンツを履いてる。どういうこと。そんな爽快。何、同じパンツ。どういうこと。ちょっとひき肉をそこに沈めて火を通しましょう。もう食べたいですわ。はい、ジリーン。わー、茶色鍋できましたね。いただきます。あ、なんかめっちゃあったかい。今めっちゃこれ余っちゃいましたよ。めっちゃ作りましたもんね。これやばくないですか、これ。まあ、まだ食べますけど。ちょっと多いっすよね。まだ時間早いんで、周りの人とかにちょっとお裾分けしてみます。周りの人とかにちょっとお裾分けしてみます。あ、あげました。あ、あげました。あげたりするんですか。そうっすね。へぇ、結構いっぱい作った人とかは喜んでもらえる時とかもあります。ニコちゃんさ、食べれるこれ。ちょっと無理です、その量。ピンタ君はちょっとしか食べない。じゃあ、ちょっとお裾分けしてきますわ。怖っ。拒否られたら。めっちゃ怖いんですけど、これも。マジで気をつけないとですね。マジで怖い。あの、暗くて見えない。ダメだったら、あの、カットが。ちょっとあの、バイク乗りの人がいるから。そっちから行きますか。ちょっと行ってみる。暗い。暗くてほとんど見えない。おーい、どうしよう、いらないですか。これが現実です。こんばんは、これは神田さんの話しちゃったんですけど、なんでよかったら。あ、マジっすか。お腹いっぱいですか。どんな感じですか。簡単なで結構ありますね。どうしますか。コッフェルでもらおうかな、そしたら。あ、食べれます。あ、めっちゃでかい。これから作ろうっていう話にしたら。どうします。ちょ、適当にあの、じゃあいただいていいですか。全部いらないか。あの、隙間を確保してもらって。すいません。あ、あとすいません、今ちょっとこれもらってくれるかどうかって、ちょっと YouTube にあげたいんですけど。 YouTube? バイク乗ってらっしゃいます。バイク乗ってらっしゃいます。こちら、はい、私もバイク乗ってて。あ、そうなんですね。それでちょっと、あの、あ、ライダーさんいると思ったんで。ちょっと声かけてみました。あ、そこの鈴木の。あ、そうです、そうです、そうです。そこに置いてもらって。あ、あの、顔とかは映さないんで。顔とかは映さないんで。大丈夫ですか。いいセッションだったら。じゃあちょっと、YouTube で遅くない。はい、ありがとうございます。こちらこそ。作りすぎて食えないは健康ですね。いや、え、二人でいらっしゃってるんですか。あ、じゃないんですけど。あ、なるほど。それでもちょっと量多すぎる。そうですよね、二人じゃ絶対無理ですよね。よかったです。断れられなかった。なんて名前で出てる。スター女子アッキーチャンネル。めっちゃ笑われてる。だってアッキーさん、その名前独特すぎますもん。あの、アッキーチャンネルと申します。よろしくお願いします。何人で来たんですか。あ、一応まだあと2人はいるんですけど。あ、そうです。そうそう、女子には厳しいね。
いや男だったらいけるかな。いやでも男性なんですけど。あら朝食の方が。ちょっとこんなもんじゃない。はい、ありがとうございます。やっぱり申し訳ないですけど。いえ、ちょっとびっくりしました。ちょっとしましたけど。キャンプ場だったら。あ、本当ですか。ソロで声かけられて何がソロ楽しいですかって言われた。ソロで声かけられて何がソロ楽しいですかって言われた。楽しいですけど。煽られてるようにか見えないよ。よかったら楽しく。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。 YouTube よろしくお願いします。ありがとうございました。お邪魔しました。大成功したぞ、みこし。おめでとうございます。急に声かけられて怖いよね、普通に。うん、まあ正直びっくりすると思います。怖いよ。大成功でした。もらってもらいました。はい、めっちゃ減りました。そう。仲良くなりました。猫ちゃんがついてきても、猫ちゃんがついてきた。来るかな。あ、なんか言ってる。あれかな、夜ご飯欲しいのか。あれ止まっちゃった。キャンプ場ってね、やっぱ夜だと真っ暗だからちょっと怖いんですよね。いや、なんかガサガサって音するから何と思ったら猫ちゃんだった。安心しました。うわ重い。いや、うわ重い。持った持ったすぎ。